ということで、こんばんみ、市村正樹です。今日は、本日はこのセンチメンタルシティロマンスというバンドの紹介をしたいんですけども、まあ、多くの曲を作曲して、歌ってらっしゃった中野徳夫さんというリードボーカルの、リードギターの方が、他界しちゃって、まあ、2、3回お会いしたことはあるんですけども、これ名古屋のバンドなんですね。で、名古屋のバンドっていうか名古屋出身のバンド。この間発売されたギターマガジンでも何ページか特集を組んでて、うちの若い衆がなんか譜面書いて、みたいですけども、そうですね、思い出みたいなことから言っていくと、まあ、僕岐阜県出身なんで、岐阜県出身で学生時代に、まあ、FM ラジオを聞いてたら、なんかね、シャレード、ノンノコンサート、FM 愛知、ダイハツ自動車提供のなんか、こう、無料コンサートがありますと。で、その、ちょっと前の話をするとね、イーストウエストっていうロックコンテスト、アマチュアのロックコンテストがあって、その大会で、前の年にサザンオールスターズがベストボーカル賞だったかなとかを取ってらっしゃって、で、あっという間にデビューしたんですよ、サザンが。で、まだ愛しのエリーとかは出してなくって、勝手にシンドバッドがもういきなり売れたっていう状況下の中、 FM 愛知のラジオを聞いてたら、サザンオールスターズの無料コンサートがありますと、名古屋でと、鶴舞公園というところでありますと。で、共演はセンチメンタルシティロマンスです。なんていう放送があって、見に行ったんですよ。で、その時の写真、4枚か5枚写真撮ったと思うんですけど、今ちょっと探してみたら、サザンの写真は撮ってあって、ちょっと別々に保管しちゃった記憶があって、まあ、センチの写真も撮ってたんですけど、まあ、ここにセンチの中野さんが写ってたりはするんですけども、まあ、鶴舞公園という野外コンサートができるような、まあ、名古屋って結構ね、名古屋ってセンチ用の野外会場がなんかあったりするような感じのところがあって、で、公園に行くじゃないですか。そうすると、真っ赤っかなね、これ黄色いんだけど、真っ赤っかなセンチメンタルシティロマンスって書いてある、バンドのツアーバスみたいなやつがあって、かっこいいなぁと思ってさ、こう、俺も大きくなったら大きくなったらっていうか、東京に出てって何年かしたら、バンを買って、真っ赤か、真っ黄に塗って、バンド名を書いてツアーをするなんていう小さな夢を持っていた、小さな夢、持っていた時期もあって、結局叶えませんでしたけども、まあ見に行きましたと。で、根本的には一応サザンオールスターズをもともとデビュー前から知っていた勝手にシンドバッドが流行った。で見に行ったんだけども、サザンのリハーサルはないわけですよ。まず、早めに行って着いたらもう会場に座ってることができて、センチの、まあ、センチメンタルシティロマンスのことはセンチって略すんですけど、センチのリハーサルをずっと見てて、で、あ、すっげえいい音するあのストラトキャスターって、なんかこう、MXR のフェイザーかなんかとコンプ、まあ今考えればそんな感じなものを使ってたような記憶があるんですけども、まあまあリハーサルはセンチのリハーサルを見てて、30分ぐらい見てて、で本番始まりますっていうなんかこう挨拶があって、でセンチの本番30分ぐらいかなのがあって、まあその時のゲストがまだデビューしたての竹内まりやさんだったんですよ。だからまだ不思議なピーチパイぐらいしか出てない頃に、センチがバックをやってたりとかした関係上から、竹内まりやさんがゲストで出て、で、30分ぐらいだったと思うんだけど、もうちょっとあったのかな、まあ、終わりましたと。で、サザンですとなると、もう会場のお客さんがキャー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 と。まあ別になんか前の方に押し寄せるとかそういうことではないんだけど、まあ一応みんなもうベスト10とかそういうのを見てて、サザンをみんな知ってるっていう会場になったんだけども、ね、まあサザンのライブも良かったんですけど、僕としてはセンチメンタルシティロマンスのサウンドとギターにもう見せられてしまってですね、まあもちろんその後もサザンは好きで、コンサートとかは何回も行ったことはあるんですけども、
岐阜県出身で名古屋からこういうバンドが出ているっていう。その時ちょうどこう、もうセンチは3枚目のアルバム出した後なんですよ。これが3枚目のシティマジックっていうこういうアルバムがあって、この辺の曲が中心で、ハイウェイソングって曲とか、カモンベイブとか、そういう辺の曲を中心にやってたんだけども。で、これファーストですね。これファーストで、セカンドはどっかその辺に CD があると思うけど、LP、あ、これ、俺、あれだな。CD も LP も両方持ってました。両方持ってました。それぐらいこの3枚目のアルバムが好きっていうことなんですけども。で、その後にこういうライブ版、ね、こういう青空の感じですよ。青空の感じ。まあその頃はね、まあメディア的には、イーグルスっぽいバンドみたいに言われてたけども、割とポコっていうバンドっぽかったもある。その時っていうか、ちょうどその頃に僕岐阜県にいてね、いろんな大学に勝手にっていうんじゃなくて、大学って文化祭ってあるじゃないですか。その文化祭っていうのを見に行くと、面白い大学生のお兄ちゃんたちがやってるバンドとかがいっぱい演奏してたりして、それ見に行ってたんだけど、岐阜県にドゥービーブラザーズのコピーがめちゃめちゃうまいバンドがいて、そのバンドを見に行ってたりしてたんですよ。で、岐阜にはドゥービーブラザーズみたいなバンドがいると。で、名古屋にはイーグルスみたいなセンチメンタルシティロマンスってバンドがあるという、なんか、そういう噂みたいなものを、ね、学生のクソガキだった僕にもそういう噂が入ってきていたりとかして、そういう話を中野さんと話したことがあるんだけども、で、あとはこんな、歌さえあればっていうアルバムとかがあって、まあまあいろんなね、CBS ソニーレコードからキティレコードに移って、そっからポリドールに移ってみたいな、青空キンキンっていう感じじゃなくなってるというか、なんかジャケットのその、絵は悪いわけじゃないんだけども、セールスとしてのポイントみたいな、まあこういうね、まあその頃の時代を少し反映したような、なんかこう、山下達郎さんっぽいような、竹内まりやさんっぽいような、こんなジャケットになってるとか、ジャケットはね、僕はもう青空で、青空系の青色がと思ってはいたんですけど、まあ何枚かこういうのがあったり、あと、本ちゃんのアルバム買うよりマニアックなものを買ってしまうっていうのがあって、これが実はセンチの多分デビューステージぐらいだと思うんだけど、春一番76っていう、76年の春一番っていう大阪で福岡さんっていう方が主催してたこういうね、ロックコンサート、フォークコンサート、まあ、何年か、やってた、そういうのがあって、それのアルバムが、これはまあ、サザンブリード、ゴマの葉とか、アメリケンブーツとか、伊藤銀次さんとか、石田治さんとか、山岸淳さんとかがやってるようなアルバムの中で、4分の1センチがやってるってやつとか、これは金田一耕助の冒険っていう角川映画だっけの、これはあの人のお父さん。あの人も出てこんし、お父さんも出てこん。めぐみさんの旦那さんのお父さんが、古谷一行か。古谷一行さんの映画のサントラというか、まあまあ楽曲を、ボーカリストだけ他の人を呼んできてなんか作ったってアルバム。で、これは岡林信康さんとセンチがまあバックをやってるっていう岡林信康さんが一応主人公のアルバムとか。で、その後とかに、この辺がね、結構、なんかこう、ジャケット的に、やっとっていうのもおかしいけど、センチっぽく少しずつ戻ってったみたいなのがあったり、その後も何枚か、こっからぐらいからはもうだんだん、CD を買うような時代、とっくにそうなってないけど、LP ばっかり買ってる僕だったりしたんだけども、その後はまあ CD の時代が来るっていう。まあなんやかんや言って10枚ぐらいの LP レコードは持ってて、あと CD が何枚かどっかにあるとは思うんだけどっていう、このバンドの、まあまあ中野さんの作る曲と、あと他の方が作る曲も結構良かったり、あと柘植さんっていう、まあ僕が見に行った時は
ハイウェイソングを確かヤマハの12弦で弾いてたような気がするんだけど、ペダルスチール弾いたりとかする柘植さんの曲も良かったり、雨はいつかっていう曲が有名だったりしますし、まあ、その魅力は音を聴いてもらった方が早いとは思うんですけども、あのギターマガジンでは最初の3枚のアルバムを3部作って言ってましたね、うん、まあ、もちろんあの3部作が素晴らしいと思います。はい、その後がダメだっていうわけじゃないんでっていう、その後も何回か何回か見に行ってるとは思うんですけど、たまたまこのアルバムにチケットが入ってたのが1989年渋谷公会堂センチメンタルパーティーで、センチとゲストがブレッド&バターとリリーさんという、もうチケットピアの時代のね、こんなこういうチラシが出てきてて、まあ、何回かいろいろ見に行ったり、トクトク祭りって言って、うちの師匠というか徳武さんと中野徳夫さんのそういうライブがあったりとか、まあ、僕の友達ミュージシャンがよく中野さんとのバンドのバックをやってたりしていた関係もあって、中野さん特有のリードギターの歌い節っていうのがあって、それを最初にちょっと僕がさっき少しだけ弾いたんだけども、まあまあそのイーグルスっぽいっていうか、まあまあメンバーそれぞれがリードボーカルを取れる人だったりとか、ハモリがめちゃめちゃ美しいからイーグルスっぽいって言われてた部分もあるけども、まあまあ根本的には日本語だから、その日本のロックっていうものがね、ハッピーエンドあたりから始まって、まあファーストにほんの少しだけプロデューサーというか、一応なんか細野さんがプロデューサーの名前を連ねて、ご本人はあのそんなに大したことやってないよみたいなことを言ってるっぽいんですけども、ハッピーエンドの後、日本のロック、日本語のロックがうんぬんかんぬんとか言われてた頃に、あの東京でね、まあもちろん山下達郎さんのシュガーベイブとかラストショーとかいろんなバンドがひしめく中、名古屋からポーンと青空を想像する野外にすごく似合うバンドがスコーンと出てきてる、ウエストコーストぽいウエストコースト西海岸ではないんだけどね、中部地方なんだけどねっていう、まあ大阪ではさっきの春一番みたいなあのブルースっぽいもの、上田正樹さんとか有山淳一さんとか石田治さんとか山岸淳一さんとか有華団とか、関西の方から来るブルースみたいなものが88ロックでっていうとこからこう広まってきたりとか、東京は東京で、そういうバンドがいる中、中部からまあね、もうなんかこう言ってはあれやけども、唯一すごいバンドが、しかもね、何十年も活動し続けていて、多少のメンバー交代とかはありつつも、何をもってどう紹介するかっていうのはあんまり音のこととかアルバムごとのことを言うってよりも、僕がガキの頃に野外コンサートを見に行って、最初にサザンを見に行ったつもりだったのがセンチメンタルシティロマンスにハマっちゃった、そっからすでに40年近く応援していた名古屋のバンド、実は僕好きなリードギターベスト3みたいなことをたまに喋ったりするんだけど、1位はホテルカルフォルニアで、2位がサンタナがボツスキャックスで弾いてるなんだっけ、トワイライトなんとかっていう曲のリードギターで、第3位が実はセンチメンタルシティロマンスの中野さんが弾く雨はいつかっていう曲の途中のソロとエンディングソロ両方で、第4位がさっき弾いたハイウェイソングの3位と4位、中野さんのリードギターが好きなんですよ。まあまあ、あの歪ませている時のパターンの、ベスト4ってこと、今のところベスト4のリードギターその4曲のうち3、4位が中野さんのリードギターだったんで、ある程度、まあ、弾けるんではあるんですけども、学生の頃に聴いた音楽で、やっぱりずっと好きだった音楽。ということで、センチメンタルシティロマンスというバンドを紹介しました。じゃあねー。
じゃねー。